和順軍長和順軍は、大韓民国全羅南道にある軍。北部や南部、東部は山に囲まれており、軍長所在地は北西にある。北西には、甲州公域市が接するほか、北は、丹明郡と、国城郡、西は、羅州市、南に、北条群や長江群、東は、順天市に接する。ユネスコ世界遺産の和順の史跡母群があることで、知られている。 青銅器文化の時代から都石川、和順川、銅、福川の3つの河川沿いに人が住み、2000箇所ほどの史跡母群や青銅塔、青銅橋、鈴などの遺物が多数発見されている。これらの史跡母のうち、大きなものは上に積み上げられた巨石が100トンを超え、中には280トンの石が乗ったものもある。馬館、ついでくだらの一部となり、くだら時代には、 和順川沿いの現在の和順付近に、直利屋県、都石川沿いの現在の綾州付近に、治療夫里郡、道福川沿いの現在の道福付近に、豆夫多田県があった。統一白木時代の757年には東風に、地名が改められ、それぞれ南寺県、領城郡、道福県となった。これらは、李氏朝鮮初期には和順県、綾城県、 道復権となった。1597年の慶長の役では大きな損害を出している。1895年5月1日に23、不正の施行により、軍勢が敷かれ、綾州軍和う軍ん、わ道復軍となったが、1908年にはじ軍は、綾州軍に編入された。日韓併合後の1913年には、綾州軍が和順軍と改名し、 1914年には和順軍が同福軍を合併し今日の軍が形成された。1932年には17あった面が13面に再編され、独立後の1963年に和順面が和順優に昇格して一優十二面となっている。1960年代から開発した和順炭鉱が位置する。 1980年代は年間石炭70万トンまで生産した大きい炭鉱だったけど、現在は年間24万トンを生産していて、この炭鉱が掘れば掘れほど赤子にいる状況だ。2000年代には和純生物医薬産業団地を造成して、関連企業の研究所や工場を誘致している。 <distintos> h, h.、Ouais. t t p k h h w a s u n g o k r c h i n e s e h t m l s u b 0 c o u n t y 1 h t m l は順軍調査とトは順歴史 http://www.dai3gen.net/.kg36.htm 三国式巻き 第36と37くだらち名 https コロンスラッシュスラッシュ n c m s n c u l t u r e o r g スラッシュ COALMINE スラッシュストーリースラッシュ3717ありがとうございます。